コアが存在する限りブレイドの寿命は永遠。その永遠の時間を記憶のせいで苦しみ続けるとしたら、忘れることができるのも幸せなんじゃないかって思ったんです。ブレイドにとってドライバーさんとの思い出はとっても大事なことなんですもん。私と同調したたった一人の方ですから。忘れたない、忘れてたまるか。私たちは行かなくちゃならない。レックスと一緒に。あなたたちは何も分かっていない。ブレイドは刹那、コアに戻れば記憶は消えてしまう。天の聖杯といえどドライバーがこれでは。あいつらに君を渡したくなかった。君を守りたかったんだ。ボンは純粋や。純粋すぎて危うい時もある。それを助けてやるんが大人の務め注文や。そんな程度で世界が変わるかよ。戦えば戦うほどホムラと光を傷つけて、だったら俺なんかそばにいない方がいいんだ。こんなバカ野郎。ホムラの心の痛みはこんなもんじゃないよ。もっと何倍も痛いの我慢して。お前の望む道を行け。お前自身を信じてな。私たちはレックスに、みんなに出会えた最高の思い出です。約束だろ。俺は君のために楽園に行く。楽園に行ってみせる。だから行こう。君が何のために生まれてきたのかを、俺たちと君の未来がどこに向かおうとしているのかを。思い出いっぱい作ろうね。